皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ときめきメモリアル伝説の木の下でパート7、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きから、またまた時間が経過しておりますが、ちょっと、月も変わっておりますが、イベントを少しこなしたということで、今回も頑張って爆弾を処理していきたいと思います。ではプレイしていきたいと思います。どうしようかな。どこにしようかな。この気がする。5月24日に美術館へ行かない？いいわよ。それじゃあ5月24日に美術館の前で待ち合わせということで。本当にもう最初の頃から比べたらときめきが消え失せましたね。爆弾処理班になってます。いやー、こんなに女の子、いや、きらめき高校って他に男子イケメンくんいないんですかね。かなり、光一くん、モテモテなんですが、どうなんでしょうか。メーターは何が低いのか、どうしようって。来た。あ、しおりちゃん。もう、しおりちゃんを見たらほっとします。あった。あ、こう。しおり、どうしたの？うちもお隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って。よし、一緒に帰ろう。それじゃあ帰りましょう。では、しおりと楽しく下校した。来たー。爆弾ですよ。もう、本当に、やだなー。誰だ？あ、朝比奈さん。あ、これまたやり直したんですよ、実は。3度目の正直。ごめんね。ごめんね。お茶して帰りたいんだけど、本当に爆弾が増えて増えてしょうがないから。ごめんなさい。ダメ。じゃあ言わよ。待っててくれたのに悪いことしたかな。このブロンズ像、素晴らしい躍動感だと思わない？素晴らしい作品だね。やっぱりそう思うでしょう。よかった。じり、良い印象を与えたみたいだぞ。ごめんねー、めぐちゃん、ごめんねー。ああ、爆弾つくかなー。あー、来たー。誰だろう。よしおくんに聞かないと分かんないですね。女の子のお前に対する評価。うーわー、3人も。ごめんねー、ごめんねー。爆弾ついてたよねー、小関さん。あ、あー、朝比奈さん来ましたねー。ごめんねー、爆弾ついちゃおうかな。ダメ。じゃあいいわよ。
と、とりあえず爆弾のついてた女の子をデートに誘いたいと思います。まずは三木原さん、いいのかなこの子は。モーさん来た。モーさん、今帰りなの？お先に。ああ、ヒモさんだった。じゃあさんとデートですね。じゃあ植物園で三木原さんを待つかな。あ、可愛いですね。なんかお人形さんみたいですね。あった？綺麗なお花がたくさん。見てると心が和むね。そうですね、私もそう思います。割と良い印象を与えたみたいだぞ。ごめんね。あと爆弾つくかな。ごめんね。ああ、苦痛でしかない。よかった、ひもさんはライトだわ。よかった。ここは大丈夫です。どうやったかな。しおりちゃん、もうなんか天使に見える。あっこう、ジョリー、どうしたの？お隣同士だし、たまには一緒に帰ろうと思って、帰ろう帰ろう。もう、しおりだけでいいんだよ。そして。あ、そういえば、もうすぐテストね。しっかり勉強してる？ぼちぼちかな。それじゃあ頑張らなくちゃね。そうだね。というようなことを話しながら下校した。怒ってる？怒ってるね。ごめんね。デート誘うからね。アヘナさんも、ごめんねー。ごめんねー。ダメー。じゃあいいわよ。そろそろ爆弾つく。スローリー。今日見てるとなんだか心が静かになっていくみたいです。そうなんですか。そう思うとなんだか神秘的ですね。あー、あと一人いたんだよな確か。清川さんだったと思うんですけど、ちょっと確認します。あー、そっか、確認できないわ。おっと、8位。
そうですね。まあ、現在爆弾を抱えている子は清川さんです。さあボーリングで4月19日にボーリング場へ行かない？うん、いいわよ。それじゃあ7月19日にボーリング場の前で待ち合わせということで。あ、鈴木さん、ゆみちゃんどうしたの？ゆみと一緒に帰りませんか？ごめんね。ゆみと一緒なのが恥ずかしいんですか？じゃあ一人で帰ります。かなり気づいてたな。ずっと待っててくれたみたいなのに。うわー、来たー。ゆみちゃんかな。帰ってあげればよかったな。うん。あ、しおりちゃん。あ、こう。しおりどうしたの？帰ろう。そういえばもうすぐ夏休みね。何か予定はあるの？爆弾の一人のノルマの達成かな。しおりは？そうね、私は泳ぎにでも行こうかな。泳ぎか、それもいいな。というようなことを話しながら下校した。またー、もう誰？あ、またぶつかっちゃったね。神社、これは初ですね。8月2日に神社へ行かない？うん、いいわよ。それじゃあ8月2日に神社の前で待ち合わせということで。え、トメさん？誰？俺だ。トメでいいのかな？誰だ？え、今年の花火大会で俺の上り竜乱れ七変化を楽しみにしててくんな。間違い電話？一体何のことだよ。あ、縁日ですね。わー、これは、あ、かわいい！待った？いや、かわいい。うん、私も今来たとこだから遅れなくてよかったよ。すごく賑やかね。寝る浴衣がすごく似合うね。かわいいよ。あ、ありがとう。嬉しいな。私は花火大会があるんだ。行ってみようよ。うん、行きましょう。綺麗な花火ね。あ、これか。そういう花火なんだ。綺麗ね。一緒に見れて嬉しいな。バッチリ良い印象を与えたみたいだぞ。うーわー、イベントいいですね。
なんだか体中に力がみなぎってくる感じがする。なんでしょう。おお。なんだこれ。暗黒、すいません、見えませんでした。ふう、今日で学習も終わりだ。おっと。お、かっこいいですね。待った？振り押し。今お前、俺にガンくれたろう。頭きた。ちょっとそこの公園まで来い。あら、絡まれましたよ。振り渡しがそれ。何のゲームですか、これ。こんなやわな攻撃では、ちょっと早かった。わかんない。これでも食らいなさい。しょうがねえ。班長に報告だ。わかった。あや。のゲームですかね。スリル学団。どんな学団？ちょっと待てい！誰だ？私は、この世界の番長や。の子分たちが随分世話になったようだな。だが茶番は終わりだ。これでも食らえい！超眼力！弱っ！鈴木くん弱っ！これ何のゲーム？どうだ、思い知ったか。俺様に逆らった者たちはこういう目に遭うのだ。わあ、はっはっはっは！どうなく声が聞こえてきた。天使の声、お願い立ち上がって。あなたにはまだやるべきことがあるのよ。何？天使の声とともに鈴木は蘇った。なんと鈴木は HP が2000に増えた。もう超眼力は見切ったぜ。番長はわっぱごときが超眼力を見切ったぐらいでいい気になりよって。我が必殺秘技奥義、すいません、行くぞ。ついていけない、ついていけない。あのゲームにもついていけないし、何のゲームですかね。本当にオーギ？でも食らいなさい。暗黒武道。あ、なんか覚えてました。なんだこりゃ。あら、痛いわ。何のゲームだ。頭の力はこの程度か。少しはできそうだな。番長強いですね。さすが番長。なかなかやるな。俺に敗北はない。長い長いよ。もう
恐れ入ったぜ。俺を倒せる奴がこの世界にいたとはな。番長、いや、その名はもう俺にはふさわしくない。これからお前が番長だ。あばよ、彼女と仲良くな。元番長。これは何の意味があるんでしょうか。ドラゴン学ラン、不思議な学、エクスカリバー、貴重の証、世界番長、世界遺産みたいな。わー、ちょっとすごかった。はい。今現在、爆弾を抱えている子は、キサラギさんと、片桐さんです。一応、キサラギさんに、アポを取って、終了にしたいと思います。はい、爆弾のついたこの処理をやっていたので、ちょっと時間と月が進んでおりますが、文化祭まで進めました。今年はやっと普通の演劇みたいでよかった。今までで発表してたのは変なのばっかりだったからね。うん、だから練習にも気合入っちゃった。キスシーンがあるからちょっと楽しみだよな。誰と？うん、私も。え、うん、なんでもないの。あ、もう準備しなきゃ。昔々のその昔、森の中に一人の女の子が暮らしていました。その女の子の名前は山吹姫といい、森に生える山吹のように美しい娘でした。森に住む小人たちと一緒に仲良く毎日を過ごしています。しかし姫の美しさを妬む魔法使いがいたのです。姫がこの世からいなくなれば自分が世界中で一番美しいはず。そう考えた魔法使いは毒リンゴを携え、姫の住む森へ出かけたのです。魔法使い。ひっひっひっ。お嬢さん、掃除かい？感心じゃのう。どれ、感心な娘には良いものをあげようかのう。山吹姫、わあ嬉しい。何かしら、おばあさん。よしよし、ほれ、真っ赤に実ったリンゴじゃよ。くくく、このリンゴには毒が入っておるんじゃ。これを食べればたちまち深い眠りに落ちていってしまうのじゃ。まあ、なんて美味しそうなリンゴでしょう。ありがとう、おばあさん。うーむ、わしが手をくささずとも勝手に眠りこげてしまいよったわい。また失敗？まあ良いわ。一応目的は達したようじゃし。しかしわしは何のために胴体に鞭打ってここまで来ちゃん、すいません、来たんじゃろうか。いてててぎっくり腰が。ああ、なんということでしょう。山吹姫は悪い魔法使いのリンゴの罠によって長い長い眠りに落ちてしまったのです。
この寝顔は神々しいほどに美しい。しかし仲良しの森の小人たちの手当ても虚しく、姫は目を覚ますことはなかったのです。小人 A、 むにゃむにゃ、え、起きてる、むにゃむにゃ、もう食べられない起きてる、おい、まさか本当に寝てるんじゃないだろうな。そんなことはないと思うけど、そうだな。よし、王子ゴー王子ゴー。ここに通りかかったのは隣の国の王子。泣いている小人たちに気がついて近づきます。小人さん、何をそんなに悲しんでいるの？姫様が、姫様が死んじゃった。悪い魔法使いのリンゴによって、頭部損、すいません、どれ、おお、なんと美しい姫であろうか。姫のあまりの美しさに心惹かれる、すいません、王子、寝顔に優しくキスをしようと顔を近づけます。美しい娘よ、我が願いが叶うならこの口づけによりて目覚めんこと。お、え、そりゃ必殺巴投げうわあ、やった、見事な一本、これで金メダルよ。また話変わってる。コーチ、コーチ、見てくれました？で、あれ？ここはどこ？いだだだだだ。ああ、姫様、寝ぼけてたんだ。まったく、寝相も悪さも大概にしてよね。そうそう、嫁のもらい手がなくなるぞ。うるさいわね、あなたたちは。ガク。なんとか終わったわね。観客の反応はいまいちだったかな。そうね、今年で最後だったのにね。あら、こうして文化祭は終了した。調べたいと思います。やっぱり片桐さんでした。それでは、あ、誕生日プレゼントをもらった、こう感激。できるかな。あ、できますね。じゃあ片桐さんに電話したいと思います。10月18日に美術館へ行かない？ちょっと待って。 OK、 いいわよ。それじゃあ10月18日に美術館の前で待ち合わせということで、これで片桐さんの爆弾は消えると思いますが、まだ油断はできませんということで、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。